17接続助詞その1、接続助詞の機能。前に述べた通りのこの接続助詞は、実は2つの構文の間に立って、その結びつけを役目とするものに他ならないものです。構文という事項については別に改めて考察しましょう。前に並列助詞に対比して解いた時の文つなぎとは、例えば2つの構文が接続助詞の仲介によって部分的に多少形の変わるところもありますが、結びつけられて1つの構文、従文または複文という種類のになる場合の接続助詞の役割を指しています。つながれた構文は元2つの構文であったと見ることにしますと、それをつなぐので文つなぎということができますが、つながった上は1つの構文ですから、その各部を依然として文と名付けるのは不適当です。そこでこの全体の文節による文節詞、解全体を節ということにします。構成が単純で節に分かれていない構文を単文とし、構文の成分に節を形作るものがあるようなもの、すなわち従属節を持つものを複文とし、構文の分節している各節が相互に対立するような構成を持つもの、つまり対立節を持つものを従文として互いに区別することになっています。すると、2つまたはそれ以上の単文を結びつけてできる1つの構文は、この従文や複文のどちらかにあたるわけで、それの結合の楔となるものが接続助詞だという次第です。そういう役割をするものを求めてみると、大体動詞、助詞として分類されるものが見出されますが、その他普通には助詞として取り扱われないような語詞に出会うことがあります。とはいうものの、一番働きのあるのは助詞です。そこでこの文つなぎの役目を果たす助詞、すなわち接続助詞を述べる建前で、ついでにその他の語詞で同じ役目を引き受けるものに時を及ぼすことにしましょう。次のような文例をまず考えましょう。私が頼んであの人に字を書いてもらう。頼んで書いてもらうと続いている場合には、それを用言を連ねた一つの述語と見ることができるかもしれませんが、あの人に字をのような語句が挿入されていると、そう見るわけにはいきません。ここで頼むという動詞を次の動詞に、ここでは書いてもらうという活用連語に続けるのに、頼んという音便形にして、でという助動詞の変化した形、頼んだのだから出た形をつけるという手続きでしています。こういう出を助詞と見る見方もあります。接続助詞の一つに数えているのは珍しくありません。もちろん手となる場合が普通で、動詞の関係で出となるわけです。いわゆる音便の場合です。規定の他の変化形としての中止形の手をこのように接続助詞に使う生き方が、断定の打の変化形である中止形のでを前に述べたように、接続助詞のように使うのと、まさに並行していることは注意されていいでしょう。この点はなお後に触れます。ところで、私が頼むということと、あの人が書くということと、ただ並べて言うなら、私が頼み、あの人が書くという言い回しも可能なわけで、この場合には対立節が、格別の接続の語詞を用いずに続けられています。しかしこの流儀は、文語では普通に行われるというものの、口語としては実際発音してみると物足りないという気がします。例えばこの丸太を短く切り、細かく砕き、薬品でドロドロになるまでに、それを洗って乾かし、パルプという原子に似たものに作るまでの工程が、などは口語文としてよく書く仕方ではありますが、ことに、にというところなどは、口に出して発音してみると、これだけではどうにも頼りない感じです。口頭語では、切って、砕いて、煮てのように別に気取らないで続けます。前の例なら、私が頼んであの人が書くとするでしょう。この際、でには、格別完了とか過去とかの意味が含まれていません。ただ、並べというのに使うというに過ぎません。さらに、また、しという助詞を使う場合は、私が頼むし、あの人が書くと言えないこともありません。だが、単に並べというだけでなくて、私も頼むし、あの人も書くし、のように、あるいは私は頼むし、あの人は書いてくれるし、のような、さらに一歩立ち入って表現をがっちりと組み立てることがむしろ普通です。以上の例では、前後の節における動作が格別時間上の前後を示すものではなくて、事柄の関係がむしろ並行して進行するとか、同時に存立するというふうになっています。ところで、事柄の起こるのに時間の上の前後があって、前見と後見との関係を示すというような場合には、これだけでなく、もう少し別な表現が必要となるはずです。しかも、事の運びが順当に行く場合と、そうでない場合とは、実際生活上極めて重大な関係を持つものですから、そこにこれを表現するための語法上の方式が要求されて、はっきりした形式が出来上がってくることになります。
まず2つの事柄の間に何らか結合が見出されて、前節のことと後節のこととがいわば一つにつながって、今までの運び方の延長としてその結合点をすらすら経過するというような趣を示す場合、次の言い方が適用されましょう。頼むと書いてくれる、書いてやる。この場合、頼むという動詞と書いてくれるまたは書いてやるという活用連語、むしろ複合動詞との結合、すなわち語と語のつなぎというのではないことは、この文句の含意を十分展開してみるとわかります。私が頼むと、あの人は私に何々を書いてくれる。お前が頼むと、私はお前に何々を書いてやる。などのように、前見と後見とはかなり違った主従の場合を含むわけです。ことが順当に運ぶ場合に属しますが、次のように言うときは、前見と後見との間に一層密接な、いわば脳基礎期の関係、条件と効果との関係が表現されます。頼めば書いてくれる、書いてやる。この場合、反面には、頼まないから書かないのだ、などという言外の意味を持つことが多いのです。それは頼むということを書くということの発言の要件として言い立てる趣のもので、その条件を特設するというところは、帝大の助詞について見た、はの働きを思い出させるものです。この、ばのつく要言の活用形も、他の場合と違って特に、仮定形と名付けられるようなものになっているのが注意されます。接続助詞とばとの表現効果において、表現効果にどのくらいの移動があるかについては、さらに考えることにしましょう。なお、条件を仮に決めてその場合の結果を予想するとか、心組みを表明するとかいうときの表現については、後に述べましょう。次に、事柄の進行が当然と思われる方向、順当と見られる方向へではなく、その反対の方向へと向かって、良くしないような結果を生じるという場合など、一般に前見と後見との間に、いわば進行上の食い違いがあることを述べる仕方が、いろいろなニュアンスを持って用いられます。それらの例を並べてみましょう。頼むが書いてくれない、書いてやらない。頼むけれども書いてくれない、書いてやらない。頼んでも書いてくれない、書いてやらない。頼んだって書いてくれない、書いてやらない。これを前に掲げた順当に運ぶ事柄の表現と対比して、そこに対応関係を見出すことができます。以上のように前見と後見との間に順行的または逆行的な正規上の関係が成り立つことを言い表すために、接続助詞の役割が重大なものになっています。もちろん習字上からの理由で接続助詞を省略して事件の正常な進展を言うこともできないことはありませんし、接続詞をこの場合に充当して表現することも可能なわけです。ただし、この場合は一文にまとめる代わりに2つの構文として立てて、その間の連絡を接続詞が務めるのです。ただ、ことが反対の結果の方へ向かう場合には、その意味の表現を挙動する接続助詞または接続詞を省略することはできません。習字上、接続詞の省略の効果が説かれますが、それはこの間の消息を全面的に含慮した上で考察するのでないと、とかく的を外すことになります。なお、前節と後節との関係について、前述のほかに、前節が後節に対して理由を示すものとなっている場合には、頼むので書いた、のように、特定の接続助詞を当てて使いますし、それだけの理由では不十分または不適当だというような場合には、頼むからって書かない、などのように言い表すことがあります。以上のような表現上の要求は、大体接続助詞の適切な使用によって満たされますが、厳然の事実から離れて事案を仮想する場合には、助詞だけの問題ではなくて、助動詞の表現上の任務も要求されますから、そこに活用連語の側面における変化が現れます。しかもそれが元来伴っていた接続助詞、場を言語の変遷、主として音韻転化の理由によるの結果、振り落としてしまって、今では直接に接続助詞と関係のないような形態を固定させるに至ったものが、後に説く、たら、だら、およびならです。以上、大体の見通しをつけた上で、接続助詞およびそれと同様な機能を持つ表現形式について、一つずつ調べていくことにしましょう。接続助詞としては、現代日本語で最も盛んに使用されるものとして、次の数句を特に最初に取り上げて考えてみましょう。それは、順当に続く条件、
純接条件を示すもののうちでは、徒という助詞がいわば典型的なものですし、反対の結果を伴う条件、逆接条件を示すもののうちでは、がという助詞が一番よく使われますし、その他の場合、原因、理由となる条件を示すからもごくありふれたものですから、まずこれらについて用法を調べてみましょう。接続助詞と、接続助詞とは、動詞、形容詞、形容動詞の基本形を受けますが、接続の仕方で他の接続助詞と違う点があります。それは動詞ならいわゆる現在だけを受けて、過去や未来を示す動詞、助動詞には連ならないということです。言うまでもなく、友と同じ意味で未来形につく、とは別物です。ところで、それでは、事実上現在以外に過去や未来のことについては使わないのかというと、実はそうではないのです。そのことは実例を見ればすぐにわかります。口頭語ではしばしば、というと、また詰まって、手との形で使われます。知らない花があるとよく聞いていらっしゃったわ。難しい名前だと手帳に書いたものだ。あんたが時計を見ると思い出すのよ。忘れていられないの。絵が分からずに値段が高いといいと思っちゃうんだ。もっとも日本だっていくらかその傾向がある。過去のことについて使うことは、いちいち例を挙げるまでもないのですが、試みに引用すると次のようです。しかしあいつの心持ちを考えると、どうしてもこのまま黙っていることができなかった。すなわちこれらの例で、何々するとは、何々したところと言い換えることができるものです。そうした時の意味です。ところでまだ実現されていない事柄を想定して言う場合があります。君、結婚すると不幸になるんじゃないのか。これは必ずしも未来とは言えないかと思いますが、とにかく未然なのです。その中へ水を入れるとどうなりますか、などというのは、動詞、助動詞の文法上の時はともかくとして、ことが未来に関する時に使うことができるわけです。もちろん次に来る節の動詞が、現在の時を示す場合に対して使うのは、当然のように考えられます。昨日の雨でジメジメして、うっかりすると足が滑る。耳を澄ますと遠く近く様々な小鳥のさえずりが聞かれる。以上の例を通覧すると、多くは一方の事柄が他方の事柄と偶然同時に存立するというだけのことを述べています。また、まだ条件とその結果というような前件後件の間の特定の関係を表現するものではなくて、単に同時性を表示するのにとどまる場合が多いのです。特に同じ主体の動作、変化を表すような場合には、次の動作に先行する動作、変化のきっかけとなる作用を示して、むしろ、契機の関係を表すことになります。そうして条件となるような関係を表すにしても、ごくあっさり言ってのけるという趣があります。必然の因果関係やのっぴきならぬ条件というほどのものではないようなものです。ただ前後の説が持続的ないし定常的な事案の表現にあたる場合には、一方が条件となって他方の事柄が現れるという関係は自然生じてくるわけです。説の一方または両方に動詞でなくて正常を表す語、形容詞、形容動詞が来る場合は、もとよりそうなりましょう。キツネつき落ちると元の無筆なり。にわか雨、女がいると傘が降り。絵がないと男女の知れぬ百人首。こういうふうに動詞、形容詞、形容動詞などとの基本形について、融通が利くように用いられる表現もすこぶる利用価値があるわけで、現代語で大いに頻繁にこれが使われるのは当然でしょう。このとに比べると、場の方は使用の場合が限定されてきまして、実際上それほど頻繁には現れてはいません。指示語のコスワードで全文を代表して、そうするとのように続けると接続詞ができます。これを一層簡単にしたのがするとという接続詞で、接続助詞のとがよく使われるように、現代語ではこのするとが愛用されるのですが、それも当然でしょう。してみると、どうかすると、ひょっとするとなど、またそうでないとなども接続詞のように用いられるわけです。とだけで、構文の最初で接続詞の役目をすることは、普通の口頭語ではあまりないでしょうが、代詞などのと書きはまさしくそれです。接続助詞が、盛んに使用される点で、とに匹敵するようなもので、前説のことが順よくなだらかに、後説のことに移行しないというような食い違いのある場合などに、一般に接続助詞が使われます。これも必ずしも条件というほどのものを示すわけではなくて、かなり融通の利く用法を備えています。なんということなく、
ただ前節と後節とをつなぐ役割をすると見られる場合さえあります。そいつを買ってもらうと大いに儲かってこちらはありがたいんだが、まさかそうも言えませんしね。奥さんは辞めさせようとして盛んにおっしゃるが、あんたはいつもに似合わず頑として茎を握ったまま話そうとなさらない。中央にいる人々が地方に出かけて話を交わし、互いに理解を深める機会にすることは結構なことだが、何もかしこまるには及ばないにしても、うちわをバタバタさせて涼みがてらの兆候なら、なにわ節大会やのど自慢大会の方がリクレーションになる。ところでこの接続女子がは、との例とは違って、過去のことについては舌がのように続けるし、また現実には起こっていないことを仮に定めているときには、しようが、だろうがのように続けます。心を無理に沈めようとして雑誌を開いたが、文字も書も皆、文字も絵も皆意味をなさなかった。いわし雲と言いますが、見たところはなんだか寂しい感じの雲です。さぞ腹も立とうが、今度だけは許してやってくれ。この画の用法で前節と後節との食い違いを示す役割を帯びて用いられるところから、それはそうだが、さらに簡単にしただが、が、ですがのような接続詞が導き出されて、全文に示されたところと字案の食い違うことを言うのに用いられるのも自然でしょう。また、何々かと言い指してそこに余韻を持たせたり、はっきり言い切るのをはばかりながら、反対の意向をほのめかしたりすることも可能になります。眼蓄を持たせた言い方で一種の終始助詞とも見られる用法です。ないはずはないが、今度こそ勝てそうなものだがな。私などに監視をなさらなくても、私などに監視をされなくても、今の若い諸君は十分立派にやっていっている、言ってると私は思ってるがね。良さは良いがとは女のそねみなり。柳田る第五編。それらとともに次のような例を念をしていう意味のものとして一緒に取り扱ったのがあります。皇后別記30361、今帰った早かろうがの、こういうふうに用いた例は江戸言葉にも見ます。例えばどうだやじさん、しれめえがの、これは現代の東京語としては耳にしないものですが、中国あたりはには盛んに用いられているところがあります。話題を提出するのに、一応一つの構文の体を取ったものにこの助詞をつけて出しておき、その上でその内容について、引き続いて指す語で受けて述べるという手法が広く用いられます。カーネーションのことなんだがね、別名をアンジャベルというんだそうだよ。このアンジャベルというのは、このように重苦しい空気の中で、米ソ両国の原子力競争がもっぱら原子力兵器競争となって進行しているが、この競争の中から原子力工業にとっての基本的技術の進歩発展が続けられているという事実は見逃すことができない。ある高級料理屋の女将の話だが、昔は商用でお客を招待しても、主人側がお土産を持ち帰るようなことはなく、どこかゆかしいものでしたのに、この頃はという話だった。接続助詞から、理由・原因を示すのには、口語で普通にから、またはのでを使います。それもがと同様に動詞など、活用語の基本形を受けます。一度自動車を取られたから、今度はとても用心が良くなって、なるべく自転車に乗らないようにしているのです。綴り方教室111。使用がないから古い着物を出して着ておきました。同110。奥様は女でいらっしゃるんだから、いくらでもお話の種はございますけれど、一つだけでよいから、自律的に自分の生活を始末するような仕事を、親や先生や兄弟が考えてやることが良さそうに思う。胃袋をちょん切ってしまいという、どうも切るのは私の趣味として不賛成ですから、もう少し様子を見て、様子を見るにはお酒を飲めながらでは分かりませんから、しばらくやめようというわけで、禁酒と言ってしまっては今後飲めませんから、停止と言っております。もっとも美人というものはとかく当たり前にしていても顔そのものに隙がないから済ましているように思いがちだ。新宗教は新聞種とはなっても真面目な社会問題とは決してならないから、新手は後から生まれるだろう。夕べあの自分の月が出たから大方24、5日あたりだ。
膝栗が6の上。このカラーには接続助詞としては少し風変わりな用法があります。理由を示すという役目から出てきたことでしょう。例えば、朝鮮における休戦交渉が展開を予想されるに至って会談の前途にも明るい見通しが立つようになった。それは共産軍側も休戦を希望していることがはっきりしてきたからである。この助詞について口語法別記に復習を形作らせる設備時のようであるとしてあることは注意すべきです。口語法を探してみても単に復習を形作らせる設備時というものは見当たりませんから、それだけがいわばそういうものに当たるというのかと思います。とにかく私が行くからにはただでは置かないぜ、言い出したからには後では引かない、見つけたからには逃しやしないのような用法をも考えに入れると、これから解こうとするいわゆる副助詞にも似通ったところがあると思われてきます。まるなお理由を示すのはに場を用いることは口語では原則として認められないと言っていいのでしょう。ただ文語的な用法の異物として紛れ込んでいて、時として使われるのは次のような言い回しです。しかし仮名文であればこそ当時の国語を自由自在に使ってその時代の生活を細かく映し出すことができたのです。しかし実際の口頭語では何々だからこそのようにするのが生きた語法の言い方です。口語法別記386ページ。接続助詞死という助詞を用言の基本形につけて接続のようをすることは現代語として一般に行われる言い方になっています。前に引いた例も死を使って次のように言う方がどっちかというと当たり前と感じられます。神田へ行っては本を買うし、銀座へ行っては帽子を買った。神田へ行っても本を買うし、銀座へ行っても本を買った。で、この流儀でいくつも死のつく説を重ねていくのです。ところで、この言い方はいつ頃から使われるようになったものか。とにかく文語には死にあたる助詞がないことを橋本氏も注意しています。口語法別記363から64によると、並べて指して下に言い続ける意味を言うものをするの中止形の死で、文語の読みもし書きもするなどから移って、読みもするし書きもすると用いるようになったものでもあろうか。花は咲くし、鳥はさえずるし、面白い春になった。雨も降ろうし、風も吹こうし、海上は難儀であろう。朝は早いし、夜は遅いし、暇がない。倒されるし、踏まれるし、ひどい目にあった。つらい目にあった。相撲でも勝ったし、剣術でも勝った。電信は普通だし、郵便は遅れるし、しようがない。ものをまたはのにの意味に用いるもの。法律家の討議ではあるまいし、そんなに理屈を言うにも及ぶまい。お前の働きばかりではないし、一人で自慢はできまい。狂言記総論。はて、恋で何とせう。伝者者を編み連れた身ではあるまいし。また、奴隷やら行くわ。この後の方の言い方はやや古くからあるのでしょう。特に前に続くような場合、否定を示す語の下にある場合に、相背く結果を伴う条件を表すと言われます。息子株じゃあるめえし、流せば沖もほどがあろうな、あらあな。てめえ一人買い切った湯じゃあんめえし、向こう三軒両隣の付き合いを知らねえ。しかし現代語で盛んに用いられるのは、むしろ前の例のような場合で、いくつかの事案自体を並べて、それらが同時に相まって強め合う心持ちを持たせます。判断の資料として列挙するという気味でも使えます。歩いちゃいかれねえし、乗り物に乗っていけば、感情をもらったって何にもならないし。綴り方教室109。牛乳も飲めるし、夜もよく寝られるし、昼間は空いているくらいなら、まだそんなに心配せずともよかろう。妻への手紙97。あら、でも何十人じゃ困るわ。この家に入りきれなくなってしまうし、それにお布団が足りないんですもの。エリコとともに。
今度のなんか全然やったことのない役だし、とっても難しい役だし、私の個性がちょっとでも、その個性が今度のにちょっとでも覗いちゃ大変なんで、とても難しいのです。もっともこれも徳川末期の江戸言葉には見られるものです。明治になってできたというわけではありません。こうすると女にも読めるし、おいらにもお近づきの字になっていい。浮世床二の下。しかしこの助詞は現在のところ、書いた文章の中へはまだ普及しているとは言えないありさまで、よほど砕けた文体か何かでなくては、用いられていないようです。ですが、口語文脈の中の文語風の言い回しのぎこちなさが感じられるようになると、動詞形容詞のいわゆる中止法の代わりに、だんだんこれを使うようになりましょう。そうして文章にしなやかさを与えることになってくると思われます。